一撃は動画日記その246。246。めちゃめちゃ更新頻度すごいな。ちょっとね、246を記念して、はい、ちょっとみんなにね、その隠れてる人も含め、ちょっと提案というか、提案です。まあ、お願いというか、お願い。いいですよ。246。まあ、昨日、はい、山本と北脇と3人で飲みに行ったんですよ、結構。そこで、まあ、ちょっとある案が出まして、はい、やっぱ昨今ハラスメント問題、はい、ありますよね、はい、今回の座組もやっぱり僕と山本君と、はい、まあ、川原、はい、はい、まあ、年長者がいるわけじゃないですか、はい、でしかも今回に至ってこうなんて言ったらスクエアエリアって2回ぐらい経験してて、はいはい、バチクソなんて言ったら、まあ、偉そうになっちゃうとかあるかなと思ってまあ、まあ、マウント取ったりそんなんではないけどなんかちょっと偉そうにしちゃうそこそうちゃうよそうそうそうそれでやっぱやめていこうみたいな、うん、なんていうハラスメントつながっちゃうしでもそれじゃ足りないんじゃないかなと思ってそうちょっと手やんか、はい、俺らの今、はい、大熊さんとか山本さんとか出てくる、はいはい、クマちゃん山ちゃん出てくるの結婚最初に寄ってたんですよそういうことちょっと待ってこの流れこんなに重々しい話から入ったかなこんなハラスメントがどうとかいう話からこうなったかなえじゃあクマちゃん山ちゃんカワ、うん、ちゃんでいいんですかカワちゃんになるねまあちょっと今日飲んでないんでその辺のその腹の底はちょっと分かるそうなんですよねどう思ってるかどうこの辺乗っかる嫌なんですけど僕なんで普通に嫌なんですけど瓦解したなんでいや嫌です。え、川ちゃんって呼ばれることが、ちょっと多分その方が高圧的になっていきそうな気がしますけど。え、なんで？なんで？いや嫌です。ごめんなさい多分心が整理できないです毎回。川原君の心は整理できない。飲みながら話して出てたことやからちょっとテンション上がっちゃってたんですかな。でも前からくまちゃんって呼んでほしいなと思ってた。そうなんですか。いやだからそれは別に呼びますよ多分。だからそれを強制っていうかいやもうここはちょっとごめんハラスメントさせてくれハラスメントなくすためにハラスメントをするいやもうめっちゃ嫌やな僕しかも僕かわちゃんっていう響き嫌いやねんまずたけちゃんだたけちゃんならいやよくないです僕はたけし君だああたけし君ならまだジャニーズだよねまだその響きはマシになりましたよ響きはマシになりましたけどいやちょっと嫌っすね僕もちろん嫌な人は嫌で距離置いときたくてえあんな距離近い人言葉はその呼び方はそうねそこはしっかりそう近くなりすぎないようにしたいんですよ川原さんだって何々くんとかさん結構つけますもんね絶対そこは変えないですポリシーでどっちかというとさ後輩にはさフランクの方やはいすごいなんて言ったらタイ、うん、なんかもっと勢いでいやいやみたいな感じやん。はいはい。まあノリノリはね。俺が見てる感じ。はいはい。ノリよく行こうとはしてますよ。はい、そうなんや。そうなんですよ。名前はちょっと大事にしたい。名前だけ継承だけ嫌な。継承を。なんか川原さんっていいんじゃない？川原さん。はい。どこでも嫌です。呼びたくない。呼んで。呼びたくない。頼むから呼んでくれ俺のことクマちゃん。だって僕がずっとオーって呼んでるのが、オーってオーさん。呼んでやろ。呼んでやろ。この間の期間だけ僕ずっとオー、王様。それまだ役に立たない。オー。トノの時期なの。トノもある。しかも、たけし軍団の時期。俺には若くて。いや、たけし軍団の事件やっぱりちゃんと。やっぱ一時期は。たけし。僕だけ静香ちゃんの扱いやねんなジャイアンと静香ちゃんの扱いやな川原さんは呼び方はそのままにしとくけどでもたけし君もたまに呼んでるだからなんかねジョークで入るのはいいんですよフラットをそこに置きたくないって感じですいや俺は入れてほしいのこのお願いもうって呼んだらダメなんですかダメそれはダメおって呼んでるよあのうちうちで呼ぶのはいいけど人前ではダメエッグイン5回を呼ぶ確かに劇団の一番良くない形かもって思っちゃう僕がグレーションの時からやってるノリで大熊さんを持ち上げて荷物持ってこうやってそうです
逆腹起きてるから上着とかこうやってカメラかけて逆腹すめるそういう感じじゃないやろ、うちの子っていうノリをずっとやってますグレーショーぐらいからやってるってたね。だから北脇はそれをちょっと一回お試しでやった結果、はい、ちょっと嫌でしたね。嫌だっぱいやまあ慣れへんっていうところは絶対あるよな、最初、まあ、それはあるけど、うん、やっぱね、最初はねやっぱあの最初の一発目は良かったんですよ。なんやその呼び方って周りが言ってくれたらいいんですけど、そう何もなかった時になんかね普通に行われクマちゃんここどうしましょうとか言って普通に入っていったらなんかね僕だけ滑って通り残ってたんですよ。まあそれはだからギャグ的に入ってるっていうのがまだあるからね。それはだから慣れますよね。そうだからそうそうそう今はギャグやん。そうです、ね、今ギャグやですね。なんかちょっとなんていうのメチェンして2学期迎えたみたいな、はいはい、1週間も経てばそれはもう馴染みますよね。1週間いけんのかなこれ、この意外が馴染むんかな。気づいてるかわからないですけど、私たまに大熊さんのことクマさんって呼んでますから、ね、いやそこをちゃんにしてるそれが大事やな。ちゃんがいいやおーちゃんだって僕はおーちゃんワークショップとか子供とかでやるときはクマちゃんって呼んでねって言って、はい、それはよく聞きます、ね、でみんなクマちゃんって言ってくれる。あそれは可愛いもんですよ。だから、まっちゃんもまっちゃんかわいいし同時対抗したよね。敬語を取れって言ってるじゃなくて呼び名をくまちゃんにしてくれっていう。別に敬語は、まあ、もう難しいと思うよ、はいはい、特にやっぱそこをタメ口で行くのはめちゃめちゃハードル高いと思うから難しいよ、うん、まずはちょっと呼び名からくまちゃん、山ちゃんでくまちゃん、山ちゃん全然やらせてほしいなって呼んでもらう。これでももう無理、もうこれから若で定着しちゃった。若って言う最近聞かんけどねこれからゲストさん来るじゃないですか、うん、でも僕らが仕上がったクマちゃん、ヤマちゃんの状態で、うん、そうなんですね。ゲストさんもみんなあ、呼んでもらっていいっすよっていう。クマちゃん、ヤマちゃん、川原さんですかそうそうそう友達すごい距離あるお前、心の距離に見えてしまうなこれ。でもまあもしかしたらやっぱアマテラス大神みたいな感じでね、あ僕らがね楽しそうにしてたら、いや俺も、はい、僕は今岩戸の中に岩戸の中におんの絶対出へん出へん絶対出へん確かに、いやまあまあそれな出てきたぞみんな言ってたら。確かにまあ劇団員の人数だけやったらまあ岩戸開かんかもしれんけど結構大人数になってきたらさすがにちょっと気になってくるちょっと、いやなんかその別にそっちがいいってわけじゃなくて、この僕のプライドを捨ててでもその流れに乗った方がいいかもなっていう思いにはなるかもしれない。そうそうそうっていう風にはなるかもしれない。そっちがいいとは思わんと思うけど。まあまあその呼び方から対等性を作っていくっていうね。新時代ですね。クマちゃんからの提案です。そうです。はい。でした。ありがとうって言うのくれて。ああ、ありがとうございます。じゃあ、すごく入れていかないと。逆にいいよ。だからその、対等っぽい呼び方やったら、水くばちゃんに似合う。カズ。カズ意味不明しかもこれ、一回ずつゲストさんおったら説明挟まなあかんよ。そうですよね。カズでもいい。カズでいいんすか。カズ。わかりました。じゃあ僕、カズで。僕はカズで難しいな、俺カズで反応できない敵印象でも俺とか聞いたら、あ、大熊さんのこと呼んでんだって思うそれは分かるねんなキャッチできるけどこの動画でも説明してないから全くカズの理由を説明せんからカズと久山かなイニシーのあだ名僕らが入団した当初の LINE の名前久山カズと久山カズも大熊さんの LINE の名前やったいや、わからん今は違いますよ。今は違う。あ、そうなんや。あだ名とか。あだ名でもいいだから。あだ名ビール聖人とか。ガンツ。ガンツ。ビール聖人までいけてるかな、俺。マルエフまで、それ俺があれやん、コナンの悪の組織に入ったら、マルエフ、マルエフコードネームもマルエフ、マルエフしたい、ジンから、ジンから、ジン、マルエフ、ジン、マルエフ、ジン、でも、ビンタンじゃないんですか、ビンタンやねん、俺今、あ、ビンタン、ビンタンじゃないですか、ビンタンビール、はい、ビンタンって呼んで、ビンタン、いいですね、ビンタン、ビンタン、かわいいな、ビンタン、ビンタン、かわいいな、ビン
タンの布ビンタン可愛いあの花みたいあビンタンさっきのところなんですけどいややばいやばいやばい確かにななんかあだ名呼びって考えるとあれですけどコードネーム呼びって考えるとちょっといけそうな気もしてきますねコードネーム今のところ開けた今の開こうとしてるお酒何飲んでるお酒飲まなくていいですかカシオレ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 ジンモッカカシオレみんなだからな酒の名前にしていくみんな黒の組織ってこと俺らは黒の組織ですやることでめちゃめちゃ黒の組織にやります黒の組織ハラスメントないんすかあるやろあそこあそこめちゃくちゃあるやろ何がいいかな温床やろ好きな酒ってこと好きな酒トリプル生でしょ言いにくい僕なかなかにしよういやいやなかなかってなんか日本語的に呼ぶときなんかそうごちゃごちゃなか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 中入ってなか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 こうへんな絶対それ由来でつけられてるみたいになっちゃう絶対言う僕、ボジョレいただいていいですか？ボジョレ？ヌーボー。そのうちヌーボーって言われる。ヌーボー。絶対ヌーボー。話変わってない。ヌーボー。ヌーボー。ヌーボーになる。ボジョレよりヌーボーになる。言いたくなりますね、ヌーボー。じゃあヌーボー。変わった名前だけないから。俺、ビンタン、ヌーボー。トリプル生。なかなか。なかなか。ねえ、カシオレ。カシオレ。カシオレ。俺、何飲むけどな。魔王とかは？魔王ね。魔王はでもさ、ちょっとさ、出ちゃってるっていうランクじゃあ先の名前言ってもらうからなるほど山崎とかでしょ、ここはいや、大体一緒大体一緒山崎これ山崎にしたらさ、ほんまに呼び捨てしてるんだよ山崎英語になったんやほんまや意味不明ビビナイのあの頭見てみんなっつってそっからピンとこさせるお酒の名前山崎ビンタントリプル生で分かるでしょトリプル生でカシルの名前トリプル生って今後英語あるもんスーパードライとかのとこに入ってこれるんかなトリプル生ビンタンだけちょっとマニアックですねちょっとねビンタンはね多分いや英語あるけどないかな私も焼酎。いや、広。なかなか。なかなかの焼酎。吸収されてます。吸収されてます。うわ、じゃ、これで。いや、これで。山崎。山崎。やばい。いや、絶対呼べへんわ、僕。呼べ。俺は忘れそう。無理無理。書くとかにしてる。スパ。書くかっこいいな。書くね。書くかっこいいな。トイスと書くと、あと何やっけ。あの、よくある。ラクニカ。ニッカ。ニッカいいやん。ニッカね。コードネームっぽいっすね。かっこいいな、ヒルかっこいい。ニッカ。トリプル生って呼びたくねえ。呼びたくねえ。生って言ってトリプル生。トリプルか生って言われる。生のね、ロゴがね。トリプル生嫌やな。山崎か。山崎飲んだことないな。じゃあ絶対おかめ酒飲む。何飲むよ。普段プレモル、プレモルかプレモルでもいいかプレモルプレモル生とプレモルヒールヒール3人本命かじゃあ俺変えよう何しようかなじゃあ俺メーカーズマークでいいかあいいや長いねウイスキーやんけシーバスねシーバスでいいシーバスねはいシーバスかっこいいの普通シーバスいいよシーバストリプル生のゴロの悪さが好きだからインドの青鬼とかですかビールなんやってあるの地ビールやからじゃあ水曜日の猫にしようかビールなんやってだからYouTuber の名前みたいなシーバスお前の確かにシーバスチャンネルオリオンあオリオンねかっこよすぎるなビールにオリオンオリオン一番絞りオリオン神手からさまめかっこいいオリオン星座のこと言ってるみたいなコードネーム決まったなこれでコードネームシステムマジマジかいいかも何やったっけプレモルか自分の覚えてたら大丈夫もうこれ反応できんこれ次の稽古月曜っすよ忘れてるやん
2回2日空くんですよね、だから熟成できるな練習練習イメトレをちょっと写真見て、なんかなんかなんかそれみたいになってる無駄すぎ宿題あるんですよねそれやめて台本読んでよそんなんやってる場合じゃない台本読んでよこれじゃすだから別に少なくともプレモルとビンタンだけは読んでください。ビールの名前を言うね。ビンタン。ビンタン。プレモルビンタンかしら。僕カシオレって言われるの無理やってカシオレって感動できるから何でこんなこんでこうしたらビンタンビールの話してんのやと何それあれはカシオレって呼ばれるの無理やってもっとあの橋からカシオレさんサンドだカシオレカシオレカシオレどうリアクションしたらいいんやろ送ってくださいよって言われるカシオレ事務系の話するときも全部ってことですか。いやそうです、まあもちろん打ち上げたらだけね打ち上げたらプレモル来ちゃうってなんかしよちゃんと切符でモルはずがあってプレモル来てないなまだクレームみたいなしよれとプレモルあるからつってやるっていうのがちょっとなるほど、お願い事やから今度でも決まったな。まあじゃあ月曜日やってみて、これ、このままいくかどうかまで決めるやんのか、やんのかよ。月曜日の動画日記をお楽しみに、お楽しみに、結果をね、お楽しみに、お楽しみに。いきなりもうみんな呼び合ってるかもしれない。そう、もういきなりワイ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 、鼻からおい、言うやん、待ってる感じかも。それ名前変えんでいいでしょ、別に。もう高いいいや、なんでもさっさとやるから楽しみに、はい、楽しみに。ではまた月曜にお会いしましょう、うん、さようなら。